ホームページを長年、自分で作っていたんですけれども、一向に思っているような結果にならないという時期や閉塞感があるときに先生に出会いまして、リニューアルする機会にちょっといろんなアドバイスをいただきたいと思ってお世話になることになりました。まず第一に、私が信頼したポイントは、私の疑問に思うことすべてに的確にお答えいただいたことです。大抵は各ジャンル別ですとか、あとこの分野は他の方になるのでということで、他の方にまたお聞きしないといけないことが多いんですけれども、先生の場合はSNS から、ホームページのデザイン作成、その他他のことに関しても、ビジネスに関わること全般をすごく的確にお答えいただきましたので、この方を信頼してついていこうと思いました。やはりおっしゃっていただくことがすごく的確な上に、その方の、その人のためを思って、それぞれ、その方の目的や、性格など考えられてアドバイスされているところがすごく、素敵なところだと思いました。でまた、今起業したいという方が、大変たくさんいらっしゃいまして、私のところにも来てくださるんですが、ちょっと厳しいことやこれこれをしないといけないということを申し上げると、それだったらもうやらないというふうにおっしゃったり、自分の気に入ったことだけされるという方が非常に多いんですけれども、そんな方は先生のところに行かれるとすごく現実を言っていただいたり、そんなことではダメだということを的確に言われますので、そこで自分が、それを嫌なことも乗り越えて頑張るか、そんなことをしてまでやりたくないのかっていう振り分けにもなると思いますので、そのためにも自分の本気度を試すためにもすごく役立ってくださる方だと思いました。やはりいろんなジャンル、ビジネスに関していろんなジャンルに精通されていて、常に自分でもいろんな学びを深められている点や、一度教えてくださったことも、もうその時代が変わったりシステムが新しくなるたびにアップデートして情報を流していただくこと、常にそのクライアントのことを考えていただけるところがおすすめだというふうに申し上げたいと思います。